昔の日常、今はいつ、刹那的に今日からやり過ごしては、不毛な世界の未来をまた案じる、悲しみだったり喜びだったりをひたすら求めて、過ぎる時は早く赤の桃を振り返る時長く、ないものねだりもいい加減にしてよ、堂々巡りひたすら自問自答、もちろん答えはどうも見つからなくて、あー明日もそのまた明日も、その次の次の明日も、それは悲しみだったり喜びだったりで、いろんな思いをこの言葉に乗せるよ、ぐるぐる回る思いは茜色、ただそこにあって